皆さん、こんにちは。大人気シリーズ暴れん坊将軍の主人公徳川吉宗役などで知られる人気ベテラン俳優タレントの松平健さん、マツケンサンバ2などでも知られていますよね。今回はそんな松平健さんの2人の芸能人の奥さんとお子さんについて調べましたのでご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。ではまず松平健さんについてご紹介します。松平健さんは1953年11月28日生まれの愛知県豊橋市出身です。両親はともに明治生まれで、松平健さんは母親が42歳の時の子供なのだとか。幼い頃はサッカーや水泳などスポーツや体を動かすことが好きな少年だったそうです。そんな松平健さんが俳優を志したのは、大工の父親が豊橋にあった映画館の社長の家を建てた縁で、映画館の無料券をもらい、その無料券で見た石原裕次郎さん主演の太平洋一人ぼっちという作品を見て、俳優に憧れを持ったのがきっかけだそうです。しかし父親が早世、母親は一人で家を支えていたそうです。そんな中、松平健さんは16歳の時に高校を中退して上京することを決意。その後押しとなったのはなんと母親でした。母親は松平健さんに、成功するかはわからないけど自分のやりたいことをやりなさいと話し、背中を押してくれたそうで、厳しい家計の中から3万円をなんとか捻出して渡してくれたそうです。上京した後は石原プロに電話するも、今は新人は取っていないと断られ、新聞でたまたま読んだ俳優養成所の記事を読み入所。それから4年間劇団富士に在籍した後、1974年に当時大スターだった勝新太郎さんの事務所に入ることができました。そして勝新太郎さんの付き人を経て、2年後の1976年に放送されたドラマ「人間の条件」で知られるようになり、それからさらに2年後には自身の代表作となる大人気シリーズ「暴れん坊将軍」の徳川吉宗役に抜擢され、大ブレイクを果たしました。俳優としてドラマでブレイクした後も、舞台に上がっていた松平健さんは公演の終わりに熱唱していた「マツケンサンバ」によってさらに人気を獲得するなど、老若男女関わらずファンを獲得していきました。70歳を迎えましたが、今も元気に活動しています。では次に松平健さんの奥さんについてご紹介します。松平健さんは3度の結婚を経験しています。3人目は現在も関係が続いている一般人の方なのですが、その前の2人は芸能人の方でした。まずは1人目の奥さんである大地真央さんについてご紹介します。1990年に結婚した松平健さんと大地真央さん、しかし2003年に離婚してしまいました。2人の出会いは1987年の舞台「風と共に去りぬ」での共演でした。その直後から交際が噂されるようになったそうですが、当時松平健さんは「口説き将軍」と呼ばれるほどのプレイボーイで、一方大地真央さんも姉御肌的な性格だったため、そんな2人が結婚するとはほとんどの人が思っていなかったそうです。しかし1990年4月29日2人は突然会見を開くと、大地真央さんは松平健さんのことを誠実であったかくて包容力のある方と言い、松平健さんは大地真央さんのことを、話をしててもホッとできる、肉じゃがを食べさせてもらったけど美味しかったと言い、婚約発表をしました。そして同年12月12日東京永田町の日枝神社で結婚式を挙げ、夕方から新高輪プリンスホテルで披露宴を行うと、その後新婚旅行で札幌、さらには香港、ヨーロッパ、アメリカ、ハワイと世界一周の旅に出られ、その中でも一緒にいられることが嬉しいと口を揃えるほどのラブラブぶりを見せつけていました。そんな2人でしたが、結婚当初はラブラブだったものの、やがて不仲説が流れるようになります。というのも
お互いドラマ収録などの関係で別々に家を借りていたことから生活を共にするのは週末のみだったそうで、1998年には東京港区に5億円の豪邸を建てていますが、近所の人でさえも一緒にいる姿をほとんど見かけないほどすれ違いの生活が続いていたそうです。そして2003年12月26日には離婚。そしてこの事実が明るみに出たのは年が明けた1月22日のことでした。松平健さんと大地真央さんはマスコミ各所に対して1990年12月に結婚しました当初からすれ違いの生活を覚悟しておりましたが、それでもお互いに努力し続けてまいりました。今2人とも芸能生活30周年の節目にあたり、今後の人生について改めて自分自身を見つめ直してみました。そしてますますそれぞれの芸の道を極めるべく邁進していきたいという思いが日々強くなり、話し合いを重ねてきました結果、このような結論に至りましたというファックスを送っています。そして離婚の際、松平健さんは慰謝料の代わりに豪邸を大地さんに譲り渡したのだそうです。そして気になる離婚理由ですが、松平健さんはプライベートなこと、大地真央さんもお互い仕事に頑張りましょうということを電話で話したところと多くを語っていません。しかし松平健さんが出演していた暴れん坊将軍の関係者は、健さんは1週間のうち土日以外は京都暮らしで、月曜の朝にはもう撮影現場に来ていますからね。当然大地さんも仕事があるだろうし、あの夫婦は一体いつ2人で過ごしているんだろうってスタッフの中でも話題になっていたんです、と松平健さんの生活スタイルに関して疑問を持っていたそうです。舞台関係者からは、松平健さんは大地真央さんに母親のような愛を求めていたが、結婚しても大地真央さんは仕事が忙しく仕事中心の生活で次第に溝が深まったのではないかとの話が出ていました。最終的に13年で結婚生活を終えた松平健さん、2度目の結婚は離婚発表の翌年のことでした。2003年に女優の大地真央さんと離婚された松平健さんは、2年後の2005年には14歳年下の元タレントで女優の松本ゆりさんと再婚しています。2人の出会いは1991年テレビ時代劇暴れん坊将軍4の共演で知り合うと、1998年7月にも舞台版暴れん坊将軍で共演。そして2004年10月、松本ゆりさんが母親と共に松平健さんの主演舞台を観劇。その終演後、松平健さんと3人で食事をしたことがきっかけとなり交際に発展。それから約1年の交際を経て結婚に至ったそうで、結婚式では松本ゆりさんは、ありがとうございます、とても嬉しいですと幸せいっぱいの様子で笑顔を振りまかれていたとのことでした。そして結婚から1年後の2006年10月に第一子となる男の子が誕生すると、松平健さんは前妻の大地真央さんとの間にはお子さんがいなかったこともあってか大喜びだったそうで、松本ゆりさんも夫は赤ちゃんの写真を見て足の大きいところが似ていると言っていましたと喜んでいることを明かしていました。こうしたところから今度こそは幸せな結婚生活を送られているかと思われたのですが、結婚からわずか5年後の2010年11月15日午前3時頃に、松本ゆりさんが東京目黒区内の自宅で首をつって亡くなっているのが発見されます。これは泊まり込んでいたベビーシッターによって発見され、3時10分に119番通報されたとのことですが、警視庁秘問屋署によると、松本ゆりさんは自室のドアの上部にある金属部分にロープをくくりつけて首を吊っていたそうで、事件性はなく自殺と断定されました。そしてこの悲報を受けた松平健さんは、座長公演中だった福岡博多座の昼の部終演後すぐに福岡空港に向かい、午後5時半過ぎ羽田空港に到着すると、
都内で松本ゆりさんの遺体と対面しましたが、16日にも公演を控えていたことから、すぐに羽田空港に向かい、午後9時には羽田空港に到着すると、北九州空港行きの飛行機で、深夜に九州に戻っていたそうです。その際、松平健さんは、マスク姿で帽子を目深にかぶり、集まっていた100人近い報道陣に、口を開かなかったそうです。そんな松平健さんは、福岡公演でしばらく帰郷できず、ゆっくりと松本ゆりさんとの別れができなかったことから、遺体を保存されていたそうで、同年12月3日、東京都大田区の雪ヶ谷会館で、しめやかに葬儀、告別式が執り行われると、前日の通夜に続き、女優の中村玉緒さん、マツケンサンバの振り付けを担当した、真島茂樹さんら約50人が参列。松平健さんは、弔問客に気丈に対応されるも、喪主の挨拶では、松本ゆりさんの看病を完璧にはできませんでした。留守がちだったもので、そばにいられず本当に残念な思いです、と語り、男泣きされたそうで、葬儀後、霊柩車の中では、悲痛な表情で松本ゆりさんの遺灰を、しっかりと握りしめていたといいます。このように、二度の結婚をするも、離婚と死別という終わりを迎えた松平健さん。松本ゆりさんを失った悲しみからか、再婚はしていませんでしたが、松本ゆりさんとの別れから5年後の2015年に、一般の女性と再婚しています。現在まで離婚の情報は出ていないため、結婚生活は続いていると思われます。では最後に、松本ゆりさんとの間に授かった息子についてご紹介します。松平健さんが53歳の時に生まれたお子さんは、名前は松平健さんの健を取って、健太さんというそうです。そして通っている学校は、芸能人の子供が多く通うことでも知られている成城学園で、この学校は幼稚園から大学まで、エスカレーター式に進学できる学校のため、息子さんもおそらく進学するとされています。ちなみに、学校では卓球部に所属しているそうです。松本ゆりさんの死後、松平健さんは再婚するまで、男手一つで健太くんを育てていたそうで、2015年2月に出演した NHK のテレビ番組では、手慣れた手つきでだし巻き卵を作る松平健さんの姿に、共演者は驚いていました。手慣れていたのもそのはずで、松平健さんは遠方の仕事の際以外は、毎朝6時に起きて、朝の支度をしながら、息子さんのためにお弁当を作っているそうです。仕事の都合上、家政婦も雇っていたそうですが、息子との2人の時間を作るために、住み込みから通いに変えてもらったそうです。松本ゆりさんとの別れから、家族とできるだけ一緒にいる生活スタイルに変更しているようですね。松平健さんはもともと、松本ゆりさんが存命だった2009年に、都心から少し離れた高級住宅街に、地上3階、地下1階の3億円の豪邸を建てていましたが、松本ゆりさんが亡くなったことを受け、2012年に売却。この物件は事故物件ということもあって、なかなか売れなかったそうですが、最終的には2億円で売れたそうです。そして、豪邸を売却した松平健さんは、息子さんの通う幼稚園から近いマンションに引っ越し、2人きりの生活を始めています。再婚する際も、子供のこともあるし、あまり騒ぎにしたくないとして、挙式も披露宴も行わなかったことからも、息子さんを第一に考えて生活しているようですね。松平健さんの再婚相手は、一般人ということもあってあまり詳細は分かっていませんが、顔は篠原涼子さんに似ており、松平健さんよりも10歳年下ということが分かっています。そして相手も再婚で、すでにお子さんだけでなく、お孫さんもおられる女性なのだそうです。息子さんもこの女性に懐いているそうで、再婚にも賛成してくれたそうです。現在、高校生になった息子さん、息子がだんだんと大人になったこともあってか、松平健さんは最近、かつて住んでいた都心部エリアに引っ越し、仕事量も徐々に増やしているといいます。70歳を迎えた松平健さん、息子さんも成人が近いですし、
ようやくつかんだ幸せな生活を大切にしてほしいですね。いかがでしたか？今回は人気ベテラン俳優タレントの松平健さんについて、2人の奥さん息子さんについてご紹介しました。過去の2度の結婚の際にはあまりの忙しさに結婚生活を十分に享受することができなかった松平健さん、松本ゆりさんを失いましたが、残された息子さんと再婚相手の女性と共に幸せな生活を送っていることでしょう。仕事量を徐々に増やしているそうですが、2人の家族との時間も大切に、これからの人生を過ごしていってほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。